ジョン・ピーター・リケッツは、アメリカ合衆国の政治家。2015年1月8日から第40代、ネブラスカ州知事を務めている。父親のジョー・リケッツは、株式仲介業を営んでおり、ピート・リケッツも1993年から2016年まで、働いていた。また、メジャーリーグのシカゴ・カブスのオーナー家の一員であり、ピート自身もオーナーの一人である。2006年に、 アメリカ合衆国上院議員選挙に立候補。共和党の予備選挙を勝ち抜いて民主党のベンネルソンと戦った。しかし、得票率36%で落選した。2014年に改めてネブラスカ州知事選挙に立候補。民主党候補のチャック・ハッスブルックを得票率57.1%で破って当選し、2018年11月の選挙で再選を果たした。 1964年8月19日にネブラスカシティにて父の女と母のマーリーンの長男として誕生する。その後、オマハへ引っ越す。1975年に父親のジョーリケッツがファーストオマハセキュリティを創業。これはアメリカにおける最初期の格安証券会社であった。その後、1997年にアメリトレードに改名して株式公開。 2006年に TD ウォーターハウスを買収して TD アメリトレードに改名した。母マーリーンは元教師。オマハにあるウェストサイド高等学校を卒業した後、シカゴ大学へ入学。同大学で教養学士、大学院で MBA を取得し、1991年に終了。大学院終了後、 地元オマハに戻り1年間ユニオンパシフィック鉄道で勤務。その後シカゴで環境コンサルタントの営業をしていた。1993年に父の会社に入社。コールセンター業務を数ヶ月した後に経営陣に参加し最高執行責任者を務める。2006年の報告書によると彼自身が生み出した。 賞味価値は4500万ドルから5000万ドルとされている。1997年、スーザン・ショアと結婚。彼女は、カンザス州、ガーデンシティ生まれ、オクラホマ州タルサ育ちで、オクラホマ州立大学、大学院を卒業し、経営学習士を取得。その後、サウスダコタ大学で学生部長を務めた後、オマハにある、クレイトン大学で看護学の1年コースを修了。 リケッツと結婚した際は、オマハにあるセントジョセフ病院で看護師をしていた。リケッツとショアの間には、ロスコー、マーゴット、エレナーという3人の子供がいる。2006年、リケッツは、連邦上院議員選挙に一度父の会社を退社。しかし、ベンネルソンに敗退し、経営陣に復帰した。その後、リケッツ家が、経営陣から退いた2016年まで、 経営陣に止まっていた。2007年、リケッツは共同でシンクタンクを立ち上げ、その所長となった。リケッツ自身はこれを自由なシンクタンクであると述べていたが、ネブラスカ州の地元紙は保守的と述べた。その後、2013年にその職を辞し、2014年の選挙戦に集中した。2007年から2012年まで、リケッツは 共和党全国委員会の委員を務めていた。2009年、親族がシカゴカブスの経営権をトリビューンメディアから取得した。リケッツとその兄弟たちは経営人のうち5つのポストを取得し、2018年現在でも4つを保持している。これにより、2016年のワールドシリーズではカブスが優勝した際に彼のクレジットがタイトルに表示された。 リケッツは、ローマカトリック教徒である。リケッツは2006年、連邦上院議員選挙の共和党候補として、立候補し、民主党のベンネルソンに敗退した。また、予備選挙では、ネブラスカ州司法長官、ドンステンバーグ、元共和党議長、デイビッド・クラマーと戦った。この予備選挙において、リケッツは、ポケットマネーから500万ドルを費やし、 対立候補に10倍の差をつけて圧勝した。本選挙においては、大統領ジョージ・ W ・ブッシュや副大統領、リック・チェーニーから支援を受けた。特に、ブッシュ大統領は選挙の前日である11月5日に、グランドアイランドまで駆けつけた。リケッツは選挙中、保守派の綱領に基づいて、財政上の責任を強調、移民政策改革、農業改革などを訴え、 同性結婚や人口中絶に反対する保守派を擁護した。結局、選挙戦全体としては1130万2078ドルをポケットマネーから費やしたが、それが逆に大富豪嫌いの人々の反感を生み、対立候補の資金集めを促進する結果となった。彼は、ネブラスカ州の連邦上院議員選挙史上最も多くの資金を費やしたが、36%の 得票率しか得られずに敗退した。2014年2014年、ネブラスカ州知事選挙に立候補。当時現職であったデーブ・ハイネマンは、州知事の再選政権のため出馬できなかった。この選挙では、有力な共和党候補となる、はずの2名が2013年の初めまでに立候補を取り下げた。一人目は、当時副知事であったリック・シーリーで、彼はスキャンダルによって失脚。 二人目は、衆議会議長のマイク・フラットで、彼は、妻のガンとの闘病のため取り下げた。リケッツは2013年9月に名乗りを上げ、予備選挙戦初期は、マイク・ホリーと共に有力候補を見られていた。その他の候補者には、チャーリー・ジェンセン、ボー・マッコイ、トム・カールソンがいた。2014年2月、ジェンセンが立候補を取り下げ、代わりに、 終司法長官のジョン・バーニングが立候補を表明した。バーニングは、その立候補時期の遅さにもかかわらず、リケッツにとって代わって最有力候補と目された。しかし、2014年5月に行われた予備選挙の結果は、リケッツが得票率26.6%で勝利。バーニングセント、マッコイセント、ホリーセント。 カールソン4.1%、オマハに住む弁護士のブライアン・ストーン3.7%という結果となった。本選挙では民主党予備選挙を無投票当選で勝ち上がったチャック・ハッスブルックと対戦。ハッスブルックはネブラスカ大学システムや地方問題センターの理事をしていた。同センターは自らを地方における革新的なアドボカシーや政策活動において 全米で評価を得た、非営利団体と評している。リケッツは、減税を主張していたが、それに対してハッスブルックは、減税が富裕層にとって、より有利であり、必要な公共サービスの資金が足りなくなると主張した。また、医療保険制度改革によるメディケードの拡大について、リケッツは反対、ハッスブルックは賛成の立場を取った。また、 最低賃金の引上げに関してはリケッツが反対、ハッスブルックは賛成である。選挙戦が進むにつれ、リケッツはより多くの資金をハッスブルックよりも費やすようになった。最終的な報告では、この選挙のためにリケッツは93万ドルを借り入れ、最終的に600万ドルを突き込んだ。それに対し、ハッスブルックが投じた、選挙資金は250万ドルをわずかに上回る。 程度であった。本選挙の得票率はリケッツが57.1%、ハッスブルックが39.2%となった。リバタリアン党候補のマーク・ジー・エル・ワース・ジュニアの得票率は3.5%であった。2018年2017年6月5日、リケッツは再選を目指して州知事選挙に立候補することを表明。そのスピーチ内で、 彼の主要政策が減税であることを述べた。また、再選を果たした場合には、現副知事のマイク・ホーリーを再任用することを述べた。11月6日に行われた州知事選では、リケッツが民主党候補、ボブ・クライストに18ポイント差の得票率59%で勝利、再選を果たした。2015年1月8日、州会議事堂において、 第40代ネブラスカ州知事に就任した。2015年州議会を通過した3つの法案に対するリケッツの拒否権が2015年における最も重要な出来事であった。リケッツは死刑廃止法案、米国内で前科のある移民に対して運転免許証の交付を拒否してきた州の政策を覆し、オバマ政権下で制定された。 若年移民に対する国外強制退去の延期措置を実施する法案、道路や協梁の補修費用としてガソリン税を追加する法案の3つに対して拒否権を行使した。リケッツによる死刑廃止法案への拒否権行使に伴い死刑賛成派は法案を覆す請願書を作成。必要数の署名を集め住民投票までは 死刑廃止が行われないことが決定した。一方、反対派は、この請願書の無効確認訴訟を提起。死刑維持運動に20万ドルを支援したリケッツが主要な推進力であるとし、州法に定められた支援者リストに加えられるべきだと主張した。しかし、この訴訟は2016年2月に、ランカスター地方裁判所により棄却。リケッツによる財政支援は、 まさにその事実によって支援者リストには加えられないと裁定した。これに対し、原告団は、州最高裁に上訴したが、同じく棄却された。2016年に、住民投票が行われ、死刑位置が61.2%の投票を集めた。2016年、ピートリケッツ2016年にモリケッツは議会を通過した、法案のうち3つに拒否権を行使した。 LB580 法案は国政調査に基づいて選挙区を編成する市民による独立委員会を創設するものである。この法案の支持者は選挙区の区割りが特定の政党に有利にならないようにするための試みであると述べていた。しかし、リケッツはこの法案に対し選挙区の区割という州憲法が議会に課した義務を選挙で選ばれず、 説明責任もない合議体に委任するものであると主張した。これに対し法案の提案者であるジョン・ミューラントは議会での再議決を目指さないことを決めた。議決が否決した二つ目の法案は州の監査方法に変更を加えるものであり議会では賛成37、反対8、危険4で承認された。しかしこの法案も再議決を試みることなく 廃案となった。三つ目の法案は、州内の土下受益者に対して、就労許可を与えるものである。この法案は、議会で、賛成33、反対11、危険後で承認され、拒否権行使後に、賛成31、反対13、危険後で再承認された。同年開催された、宗教和党の党大会において、理決は、複数の議員に対して、彼や、 共和党の方針を支持していないと述べ、公然と非難した。そして、綱領に沿った共和党員に対して投票し、衆議会に送り出すよう求めた。これに対し、5人の共和党所属議員を含む13人の議員が連名で声明を発表。リケッツが衆議会の原則を超えた党廃式を持ち込んでいると非難した。さらに、これに署名した共和党議員の一人である。 ローラエブクは、その直後に、リバータリアン島へ移籍した。2020年ブラックライブズマターに関しては、2020年6月1日に行われた会議においてリケッツが、黒人の牧師や指導者に対して、君たちのような人間との間にある問題と述べたと、され、非難を浴びた。後にリケッツは、君たち訂正し、言葉選びについて謝罪した。 新型コロナウイルス感染症の流行に関してリケッツは州内の自治体職員に対してマスクを提供しなかった。リケッツは熱心な死刑制度の支持者である。彼は自らの立場を信仰面から正当化している。しかし彼の信じているカトリック教会では数多くの指導者が公式にすべての死刑制度を非難している。トランプ大統領がウクライナ政府に 民主党の上場入れを捜査するように要請したことに対して行われた弾劾をリケッツは批判している。彼はこの弾劾手続きが弾劾祭りであると述べ無罪とした上院を称賛した。医療大麻の合法化に対しリケッツは反対の立場を取っている。2019年、彼は医療大麻に対して医学的価値が検証されていないと述べ、 医療大麻が逆に脳に悪影響を及ぼすとした研究を引用した。さらに合成大麻の乱用が麻薬の危険性を示していると述べた。州内のパイプライン計画に対し、リケッツは賛成を表明している。彼はこれについて、州内で雇用を生み、税収増につながる。と述べ、石油の対外依存度を下げられることも追加した。地図就任前、リケッツは、 州内でアファーマティブアクションを禁止する活動を支持し、1万5千ドルを活動団体に寄付していた。ありがとうございます。